とかな。これで確か明日の髪のオフの変化があって、村さんが髪の毛に入れたくて。はい、今シーズン初めての30度超え。はい、朝からすでにね、もう暑い感じですけどもね。まあ、こうやって船が走り出すと多少風も出てきます。若干涼しく感じて。はい、それでは、お待たせいたしました。船の方向を変わりまして、これで出発でございます。はい、それでは、改めまして、皆さんおはようございます。今日はようこそ、松江の堀川巡りにご乗船いただきまして、ありがとうございます。これより、松江本堀、ぐるっと一周、約4キロほどのコースを回ります。で、一周していただきますと、約45分くらいで、お堀の方から、はい、今日は土曜日だよ、ね、あの皆さんね、これからお城を上がられる方、もうすでにお城をご覧になった方いらっしゃるかと思いますけども、この松江城の天守閣は国宝の天守閣で5番目に国宝にしているというのが、だんだんと朝倉になってまいりました。また新宿にもつながってますのでね、あの新宿は最終的には日本海につながってます。塩水が入ってます、ここのお堀の水にも若干ですけども塩水が入ってますし、ここには新宿の魚もたくさんいます。水がきれいになると魚が泳ぐのが見えるようになります。この右手ご覧いただくと右側どう。それはこの辺り両側民家の近く通ります。バラフマイクを切ります。はい、正面にたくさんの船が見えました。亀山、今の季節は新緑が、またこの秋になると紅葉も綺麗です。城内にはもみじもたくさん植えられて秋は紅葉が綺麗。またあの4月の頃はこのお城の本丸あたりは桜の名所になってまして、ここは日本の桜百選にも選ばれた桜の名所になってます。お聞きください。はい、それでは屋根を下げます。ここはいっぱいに下げません。途中まで下げてくれた。はい、頭に置いてください。はい、今日はこれくらいで潜れるはずです。はい、ただ幅の方がですね、非常に狭くなってます。はい、真ん中に焦点を合わせて、両側が当たらないようにという感じ。はい、お腹が入りました。はい、心臓の腕の効いていいことがあると。はい、今日もきっちり。